皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学文字式の1回目、今回は文字式の積の表し方についてお話します。積というのは掛け算の答えのことですね。文字を使って表した式、これを文字式と言いました。小学校の時にも学習しましたけれど、中学校になるとこの文字を使った式ルールが出てきます。今回は積の表し方ということで、文字式の掛け算の場合どんなルールがあるかというのを4つお話しします。まず1つ目です。文字式では掛け算の記号のかける、これを省略します。ですからカッコ1 A かける B、 この場合は A B、 このように書きます。そしてカッコ2番 X かける A、 これも掛け算の符号を省いて XA と書きたいんですけれど、ちょっと違います。順番は A が先で後ろに X、 AX になります。なぜかというと、文字の掛け算ではアルファベット順にこの文字が並ぶと、こういうルールがあるからです。2つ目です。文字と数字の積、ね、文字と数字の掛け算、これは数字を文字の前に書くというルールがあります。括弧3番、 X×3、 数字は3ですから3が前に来て掛けるを省いて 3X と、こうなります。4番、括弧 A プラス B 括弧閉じ掛ける5、この括弧の式と数字を掛けるとき、括弧の前に5を書いて括弧して A プラス B、 そして括弧を閉じます。5括弧 A プラス B 括弧閉じ、こんな形になります。3番です。 1×A は、ね、1A って書きたいんですよね。文字と数字の積は数字が前に来るから 1A で A じゃないと思っちゃうんですけど、これは 1A とは書かないんですよ。 1×A、 この場合は1は書かないで A だけ、これを書きます、ね、1×A は A と表します。そしてマイナス 1×A の場合はマイナスをつけて1は書かないで A、 マイナス 1×A はマイナス A、 このように表します。4つ目です。同じ文字の積、これは指数を使って類乗の形で表します。括弧7 A×3×A、文字と数字掛け算するときは数字が前ですから3が一番前に来て、その後ろに A、 A は2回掛けるので A の上に小さく2と書いて 3A の2乗と、こういう類乗の形で表します。括弧8 X×Y×-1×Y、 この場合は数字の部分、この部分ですね、これが先に来るのでマイナスが前について1は書きませんよね。そしてアルファベット順です。 X が先なので X、 そして Y は2回かけているので Y の2乗、マイナス XY の2乗と、このように表します。もう一度まとめておくと、文字式の積、この表し方は文字式では掛け算の記号のかけるを省略して表す、そして文字はアルファベット順に並ぶ、で文字と数字の積の場合は数字が文字の前に来ると、 1×A は1を書かないで A となると、マイナス 1×A はマイナス A と表すと。それから同じ文字の積、これは指数を使って類乗の形を使うと、ね、類乗の形を使って表すと、この4つのルール、ここで覚えちゃってください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。